はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画、自宅じゃない、バックや車からね、動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、まあね、今日ここ最近の話なんですけどね、まあ、ダイエットとか免疫力を上げる食事とかのね話をねしてるのはですね、まあ、ずっとこのチャンネルではねお伝えしてるんですけども、僕は今その白血病の治療でね骨髄移植をしてですね、まあ、その過程で糖尿病予備群になってしまってるからなんですよ。で、まあ、すでにねお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、その改善策をね勉強中で、ね、インプット中で、まさにそのね改善中なんです。まあ、これまでのね状況をね皆さんに聞いてもらって、皆さんに聞いてもらってね、コメント欄でねそのアドバイスをいただきながらですね、まあ、何かとこうなんとかね治そうと行動してるところなんですよ。その中でね、自分なりにですよ、その行動を起こせる改善策をねやっているので、まだどれが正解なのかね分かりません。でも体にいいことをやっているので、必ずねプラスになっていってるんやとね思ってます。同じようなね、病気でね、その闘病している患者さん、まあ、入院している人、自宅療養中の人らでもね、僕のようにね、自宅療養している人らでも、まあ、状況は違いますけども、まあ、参考資料程度に、ね、なると思うんで、僕が言ってることはね、まあ、これまでのね、僕の動画はね、この、なんていうんですかね、頭の中のその片隅にでもね、置いといてもらったらいいかなってね、思いますんでね。そしてね、まあ、自分なりの自分の体のね、その正解かどうかっていうのはね、この通院の時のその血液検査がね、してるんですよ。で、まあね、全てがね、その血液検査に反映されますので、まあ、僕自身も先生も誰も分かりません。看護師さんも分かりません。神様の神の水を知るみたいな感じなんですかね。まあ、その生活習慣でのね、その、まあ、糖尿病ならまだしもですね、まあ、その僕の場合はですよ、骨髄移植の副作用でね、抑えるために飲んでいるその免疫抑制剤っていうので起こる副作用での糖尿病予備群なので、ちょっとややこしいですけどね、まあ、普通の糖尿病じゃなくて免疫抑制剤に関係する糖尿病予備群なので、まあ、どちらもね重要な問題なんですけども、まあ、種類がちょっと違いますので、なかなかねいい結果がね出てくれないんだと思います。それに比べたらね、先日のね、銀歯が抜けた話なんてね、大したことないような感じなんですよね。まあ、それもね、免疫抑制がね、関係してるせいなんですよ。そしてしかもね、もしね、その糖尿病予備群から昇格してですよ、糖尿病になってしまったら、その糖尿病合併症というね、その網膜症とかね、腎症とかね、神経障害といったね、やつもね、起こってくるかもしれないし、動脈硬化でね、その脳梗塞、心筋梗塞といったね、まあ、他の病気になってしまうので、病院側もね、厳しくね、僕にね、指導してくれてるんです。そしてもしそうなった場合にはですね、まあ、それによってね、骨髄移植における合併症である GVHD、移植延滞縮小病っていうのがあるんですけども、まあ、それのね、それがね、そのどこかの体のどこかの臓器にね、起こってしまう可能性があるので、本当にそれはね、避けたいとこなんです。まあね、白血病だけでね、終わると思ったんですけどもね、まあ、それを治す治療でね、別の病気になるってね、まあ、僕はいつになったらね、その元気に子供とね、遊びに行けるんでしょうかね。で、いつになったら元気にね、美容師として復活できるんでしょうか。ほんまにね、もうマスクも外してね、外にバーッと出てね、外の空気もね、いっぱい吸いたいですよ。まあ、大阪はね、緊急事態宣言をね、解除する方向だと言ってもね、今はまだ、その、収束しきってないので、もう外出るときは外せませんし、今はね、ちょっと動画撮ってるからね、車の中なんで、まあ、マスクはちょっとしてないんですけども、喋りにくいんでね、正直ね。で、まあ、病気してからね、そのマスクをする生活もね、まあ、2年以上続けてますので、もう逆にね、もう外に出るときはね、マスクしておかないとね、しっくり来ない息までね、感じてきました。まあ、といった感じでね、その、今はね、車の中ということでですね、まあ、これからね、通院のためにね、今、病院にまで来てます。で、今から血液検査をして、まあ、予約取りに行かなあかんんですけど、今からね、その血液検査をしてですね、まあ、歯医者で、その銀歯を、凶器さんしっかり銀歯を持ってきたんでね、銀歯を再利用できるか、どうかを確認してもらって、埋め込んでもらえるんやったら埋め込んでもらえるし、できなかったら新しいものを作ってもらってっていう風にするし、でもそれが終わったら、その LTF 湯帰れっていうね、まあ、この動画ね、チャンネルでもね、何回もお話ししてますけども、その看護師さんとの面談のような、闘病生活におけるね、悩みとか状況っていうのを聞いてもらって、で、それで今指示とか、アドバイスを受けるっていうやつなんですよ。でも、それが終わって、最後に血液内科での診察で、血液検査のね、
結果に沿って今の体の状況を、こう先生からねチク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 言われて、で今後の治療方法を決めてもらいます。まあね、この1ヶ月間のね僕のね食生活でね成果はねどう出てくれてるんでしょうかね、わかんないですけどもね、まあ、悪玉コレステロールと中性脂肪が下がってくれてるのか期待したいところですね。まあね、その糖尿病に関してのそのヘモグロビン A1C っていう数値もあるんですけどもね、まあ、それに関しては過去 2,3 ヶ月前のまあことが影響しているので、まあ、どうせ今回もね上がりっぱなしのままやとね思います。まあね、今回もねしっかりとね指導してもらってきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。すごい僕のモチベーションが上がってね、気分が良くなってね、病気なんか吹っ飛びますのでね、ぜひよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがねよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。行ってきます。